皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日はこの α7-4 を手に入れた私が今欲しい E マウントレンズ3本を紹介させていただきます。あくまでも私の個人的な意見ですので、そのことをご理解の上ご覧ください。まず1本目ですが、これはね、絶対使いたいですね。このレンズを経験しないで、E マウントを使っていいのかって私は個人的に思うぐらい使ってみたいレンズですね。フォクトレンダーヘリア 40mmF2.8。 このレンズは VME クローズフォーカスアダプターと組み合わせて使うことを目的とした専用設計のレンズです。レンズ本体にはヘリコイドを持たず、アダプターのヘリコイドリングの操作によって行う振動式レンズでコンパクトにすることもできます。いやー、まずね、このデザイン、このデザインのレンズを持って歩いてるだけでなんかウキウキしますよね。ここにつくんですよ。三群五枚の伝統的なレンズ構成、最新の光学技術で再構築しました。コシナによるとE マウントボディに最適化された最新の光学設計で画質を徹底的に追求したとあります。まあ、E マウント向け専用のレンズとして画質優先で作ったということです。価格は46,000円。メーカー希望小売価格。で、アダプターリングを別途購入しなければなりません。ニッケル仕上げのストレート型フード、ブラックドーム型のフード、フードが2つ付きますよ。使用目的や気分に合わせてコーディネートしてくださいって書いてありますね。今のレンズとは全く別次元の画質を楽しむことができるような気がするんですよね。このデザイン、質感も良さげ。描写は硬くならず、心地よい写真を生み出しますって書いてあります。ただ、ホームページには生産終了と書いてありました。生産終了ということは、今市場に出回っているものを探してゲットしなければならない。46,000円なのに、もうその2倍ぐらいの価格で売ってますね。2本目はツアイスのレンズです。ロクシア2/50 50mmF2 のマニュアルレンズです。いいですよね、これね。ソニーのフルサイズミラーレスカメラのフルサイズに対応したコンパクトな標準レンズ。指先一つで創造性あふれる世界に入れるって書いてありますよ。
精密なマニュアルフォーカスの感触をお楽しみください。で、指先一つで創造性あふれる世界に入れる。50ミリはこのぐらいの大きさがベストだと思いますね。質感やデザインもお気に入りで、ぜひとも使ってみたいです。ホームページにはこう書いてあります。小型軽量であらゆる被写体に柔軟に対応でき、広範な環境下でその利便性が光ります。街角のスナップ、風景、ポートレート、あるいはふとした発見に、写真撮影でも動画撮影でもあなたの良き相棒となる。 Amazon で11万円、発売されたのは2014年10月16日ですよ。もう価格下がってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。10年ぐらいになりますよ。で、調べてみたら、今年の3月までは9万円ぐらいで売ってたのに、4月から2万円も値上がりしてるんですよね。まあ、何ですかね、これ。ちょっとがっかりしちゃいますね。全長は59ミリ。測ってみたら、ほぼ、このフードがついた、これとほぼ同じ長さ。重量は 320g。これより重いね。金属でしっかりした作りになってるのかな。小型軽量で扱いやすそうで、まあ、つけっぱなしにして、旅行なんかするといいっすね。最後はこれです。ソニーの FE35mmF1.4G マスター。私はすでにこの 24mm と 50mm を持ってます。まあ、この2本があればいらないかなって、むしろ将来的にはこの24の2型が出たらすぐ欲しいなと思ってたんですが、ただこの 50mm、この最高のレンズですよね。この 50mm、写真で使うにはいいんですけども、動画で何度か使ってみて、厳しいなって正直言って思ってるんですよね。何が厳しいかって言いますと、手ブレ補正のアクティブモード 1.21 倍にクロップされます。さらにブリージング補正機能を使うと 1.1 倍にクロップされます。つまり 50mm と言いながら実際は67ミリの画角になる。50ミリのレンズを買ったのに67で使うって想定外でしたね。しかしこの FE35mmF1.4G マスターであれば、アクティブモードとブリージング補正機能両方とも使っても43ミリ程度の画角になる。動画としてはとても扱いやすいんですよ。価格は17万1900円 Amazon。 ただこれもまた問題があって、この 35GM はめっちゃ人気のあるレンズで、半導体不足などもあり、品物がほとんどない。手に入れるのが大変難しいんですね。出た頃めちゃくちゃ話題になりましたから、私もねホームページを見て、そのボケ感ですね、この 24GM とほぼ同じような絵画のようなボケ感を出すんですよね。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。私好みのボケってあるじゃないですか。
それなんですよね。ここにこう見えますね、出っ張りがあるでしょう。これはこう置いた時にレンズを傷つけないようにここだけちょっと出てるんですよ。なんだろうな、すごく考えられてますよね。最近のソニーのレンズってかゆいところに手が届きすぎるぐらい考えられてますよね。以上でございます。こうしてみると私が欲しいレンズ3本はどれも品不足だったり価格が上昇したりなかなか手に入りづらいレンズであるということが分かりました。まあ、そういうレンズだからこそ欲しいのかもしれない。人間ってそういうところがあるじゃないですか。まあ、そんな魅力的なレンズ3本を今日は紹介させていただきました。おやすみなさい。